こんにちは、みーちゃんです。ロマンシングサガズリベンジオブザセブンをやっていきます。前回の続き、ついに七英雄の一人クジンシーをやっつけて先帝の無念を晴らすことができました。で、そこから1年経って次の大きな目的が運河要塞の解放なんですけど、ひとまずですね、マップを開きます。こっちか、これですね。ニーベル無敵の格闘家って書かれてあって、ここに行ってみようと思います。ファストトラベルができないからお外に出ますね。なんかいたよ。あ、これ先生じゃない？皆さん知ってます？レトロゲームのサガシリーズの先生。ちなみに私はですね、スイッチで全部クリアしています。先生だ、やっぱり。先生は世界各地に出没する不思議な存在です。町やダンジョンなど様々な場所で見つけることができます。先生を見つけるたびに一つスタンプがもらえます。スタンプをたくさん集めて素敵なご褒美を獲得しましょう。これあれじゃないですか、ついこの間までやっていた聖剣伝説のサボテン君と一緒じゃないですか。でも楽しみだな、これ。どこかに行ってしまった。頑張って探していかないと。宮殿の中にはもういないのかな。そうなると町のどこかにいるってこと。やり込み要素の一つですよね。多分どこかにいるんだろうな。でも先生黄色いから目立ちますよね。なんかハテナがいっぱいある。ちょっと行ってみるね。この人か。高台の上に住む金持ちは何やら悪どい方法で荒稼ぎしているようです。しかしまあ、ふんぞり返っていられるのも今のうちでしょう。今夜にでも巷を探している泥棒に狙われるに決まっています。泥棒に関しての情報を集める。泥棒ってのはあれか。今わかりました。じゃあちょっと待ってね。もうちょっと情報を集めましょう。今度はここですね。でも町を探索しながら先生も探していくのか。こんなところにお宝があった。爪ゲート、わかるかな先生。でも絶対私どこかで見落としそうな気もするな。この人か。なんかすごいお金が散らばってるけど、見てくださいよ、このお金を。このお金が奪われないよう一晩中見張るつもりですよ。大丈夫かな、これ。泥棒とかじゃなくって普通に盗まれない？ちょっと心配ではあるけど。また飾られてる。あと一箇所だね。先生どこにいるかな。絶対この町のどこかにもいると思います。今度この人ね。アバランの町に泥棒が出るらしいですわ。夜中屋根伝いに忍び込んでくるそうですよ。自室のベッドで夜を待つ。どうしようかな。最初にそれやった方がいいのかな、それとも。悩ましいな。まあいいか。じゃあ一回戻りますね。前にプレイした時はどういう流れで私はやったのかちょっと忘れてきてます。まあ多分これでもいけると思うけどね。無理だったら別の方法でやったらいいのか。今はこっちのストーリーはクリアできそうにないから先にこっちをやろうみたいなね。ある意味これってフリーシナリオですもんね。どういう流れでプレイしていくかは人それぞれ違うっていう。じゃあちょっと休みましょう。楽しみだね。
夜になりましたよ。夜の街で情報を集める。わかりました。無音だからちょっと怖いね。誰もいないよ。誰かいる。ここから街を眺めていたら、屋根の上を渡る人影を見たのです。最近噂の泥棒でしょうか。しかしどうやって屋根の上に登ったのでしょう。暖炉から煙突を通って。そんなわけないですよね。そんなわけなくないと思う。というか一気にオレンジになったよ。ちょっと怖いけど。これあのお屋敷の方が騒がしいみたいだけど、何かあったのかしら。綺麗だね夜空が。ちょっと待ってね。今度ここにも行ってみよう。よっ。暗いから先生の居場所も分かりやすくなりそうだけどね。今あの屋根の上を誰かが通ったような。一体どうやって登ったんだろう。どうやってかな。特に書かれていないから自分で探すってことですね。ベア様がいます。いやもうみんなを見て思うけど、本当にこの前戦った孤人士強かったですよね。私はもうね、確実にトラウマ入り、入れない、トラウマ入りしてます。原作はだってあんなに強くなかったですもんね。まあでもこれがロマサガですよね。一筋縄じゃいかないっていう。いけないかな。どうにかしてなんかあれ取れそうなんでしょうね。まあいっか。いける。よっ。ふっとかよっとか言ってるけど、こっちからいける。いけないか。ちょっと待って。ないですよね。この中に入ってみる。いけたかな。どうだったかな。出れそうなところを探しますよ。特に怪しいところはないね。この辺も大丈夫。違ってましたね。これ、まさかの当ていました。あ、違っていました。なんだなんだ。そうなると、さっきの人が言ってた通り上の方に行ってみる。何か言うかな。言わないですね。ジェラール様、盗まれてしまいました。かわいそうに。全部ないですね。入れそうなところないですよね。パヤパヤ。これは何かな。敬礼。待ってね。夜の街で情報を集める。謎の人影を探す。あとはどこかな。これも大丈夫。この人も返しましたよね。どこかに煙突ってありましたっけ。大事なところを私は覚えていない。待ってね。煙突らしきものいっぱいないですか。煙上がってますもんね。この中のどこかに入れるってことだから、ちゃんと見て。登れないよね。でもう一回見てみる。なんか至る所に煙突ありますよね。これさっき行きましたっけ。これ行ったか。煙突ないよね。なんだ？
ニーベルに行こうと思ったのに、どうしても気になってしまう。あそこにもあるよ。でも行ったよね。取れた？ちょっと待ってね。会話したもんね。入れそうなところといったら、確かこの中も入ったような。煙突、暖炉はあるけど煙突はないよ。大丈夫です。あ、何か飲み物。なるほど、ここでも編成できるんだね。ふうって言ってくれた。会話もできそうにない。ヘクターさんがいる。皆さんちょっと待ってね。頑張って探すからね。この中入れないか。これでもないか。怪しいところどこかにないかな。ちゃんと見ないと。どうやって行くんだろう。入れないな。ぐぬぬ。なんて？煙突って言ってましたよね、さっきの人。大ヒントのはずなのに。どこの煙突なんだろう。原作を思い出して。これは今行きましたよね。で、さっきここも行きましたよね。あ、待って！あそこに階段がある。待って待って。この中？あ、これはまだ行ってなかった。よかったよかった。なんで？私めっちゃ見落としていましたね。もうゴールは見つけたも同然ですよね。待って。危ない危ない。よかった。ちょっと迷子になっていました。ドキドキ。あそこね。でも待って、特に何もないかな。大丈夫、何もないね。はっ、よっ。ないよね。じゃあ行っちゃうね。あ、いましたよ。誰？皇帝？どうしてこんなところに。かわいい。バイバイ。今の工程ちょっと怖かったね。謎の人影を。何でしたっけ名前。シティシーフだったかな。キャットっていう名前だったような記憶がある。あ、やっぱり襲われてる。何よこいつら。あっち行きなさいよ。助けよう。ざまあみろなんて仕方がない。助けよう。かっこいい。よし頑張ると。よし、一人か。じゃあ銃の使いますね。甘いな甘いな甘いな。やった。甘いな。私の番だ。甘いな。いけるいける。ここだ。ドン。いいぞ。やっつけました。よし、先に進もう。一人だけ上がってしまった。どの問題。助けてくれたの。ふーん、お人よしね、皇帝さん。でも、借りができちゃったわね。
私に用があるときは酒場の親父に子猫のことを聞いてみるといいわ。おやすみ、皇帝さん。そして夜が明けた。よかった、今のイベントは大切だもんね。なんででも私はしごに気づかなかったんだろう。ちょっとショック。まあいいか、じゃあ早速行ってみるね、酒場に。なんだなんだ、待って。そしたらこうした方が早いのか。いつもなんか走ってたけど、早く移動できますよね。来ましたよ。子猫は元気？陛下ともあろう方がなぜ子猫のことを？まあいいでしょう。子猫の居場所なら墓地へ行って墓主に聞いてください。墓守かな、墓守に話を聞く。でもね、この辺私まだ行ったことないですよね。行ったとしてもこの辺りまでです。こっちから先は行ったことないよ。でもちゃんと再現されてるね。何かある？よっ、来たよ。子猫を見なかったか？子猫について聞きたいんだが。生きているうちから墓に入りてえとは物好きなこった。